こんにちは、動画撮っていこうと思います。タワー終わったから伝説あるんですよね。動画の終わりじゃなくて初めの方に行こうかなと思ってゴー。何が出る、これでいくか。はい、お疲れ。え、トレバーがいいな、これやったら。うわ、トレバーじゃん、やった。え、トレバー普通に嬉しいんだけどえ、トレバー普通に嬉しいな。え、トレバー欲しかったんですよね、結構。順号出なかったけど、トレバーならいいや。オッケーオッケー。じゃあギルバートやっていこうと思います。ラストっすね、土曜日の午後の部です。で、残りが、27本。いけるかな、このゲージだったら。とりあえず全部緑マックス叩くけど。んじゃあ、いや、めんどくせえな、なんじゃこりゃ。ティアナ、セアラか。嫌だな。これは、嫌だな。風アクリーダーの方が嫌いだけどね、あれだったら。風止めだし。どこ行こう、んじゃ。まあ、とりあえず一旦最後行きますわ、あっこ。じゃあね、まずは、どこ行こう。これでいいかな。ルシェンをめっちゃ守りたい感じね。オッケーオッケー。このまんまでもいい気もするけどね。切断打たれたら終わりだけど。いっか、ブレス箱。あー、チャンドラ落とせないな。いっか、なんとかなるかな。なんとかなるだろういやー、ほんとそろそろ順号欲しいけどな、マジで。最近出なさすぎ、マジで。なんか順号の出る確率上がったっぽいけどね。明らかに、そのなんていうの、前よりかもログで見るようになったから。上がってるとは思うんすけどね。自分のところには来ないっていう。それは仕方ないとしてもさ。もうちょっと、なんか欲しいよな。あ、絶望？絶望闇行くか。完全に対人用かな？とりあえず、ミスつけれるかな？つけれないか。まあいいや。とりあえずこいつ落として、と水行くかな。うーわ、出た。はい、終わりです。つまんねえよ、それやられたら。ね、こっちも勝てるかどうかわかんないしな。まあ一応全員延長したけど、このタヌキが多分落とせないんだよな。いけるか、いけるか。入れたな。まさか一戦目あの防衛に負けるとは思わなかった。まあ全部暴走っすよね、仕方ないわ受け入れる受け入れる。さっきトレバー出たからなかなか気分が心地いいんだ。ここ行こうかな。緑の、え、誰？まあ上は石で、ベラジュさっき失ってたら絶対がないけどね、これ。このままでいけんじゃないかな。いいや、行こう行こう。あとね、ちょっと、その、ギルバット自体は早く終わらせて、レイドの方見てほしいんですよね、レイドを。レイドってよくなんか、いるじゃないですか。てか多分前衛に置くモンスターの数なんですけど、明らかにその2体の人の方が多いんですけど、防御にめっちゃガン積みしてるようなキャラを、その、2体前に置くのか、いい感じに防御と体力兼ね備えたやつを3体、4体ぐらい置くのか、どっちがいいのかっていう。ダメ分散されるんですよね、あれ。なんで、まあ、
やっぱ安定はそっちの方がするんじゃないかなと思うんですけどね。あれ？これなんか、ベラジュめっちゃ死にそうになるな。ベラジュ死んだらなかなかめんどくさいからな。ちょっと今日は早くバトルは終わらせていきたいからザイロス乱用してますけど。普段だったら、普段動画撮ってない時とか、こんな危険な攻めしないっすからね、マジで。もうね、ザイロスはほんとハマらなかったらね、マジで、事故るから。カズヒメ延長入らない感じね。オッケーオッケー。カズヒメに延長入らなかったら結構厳しいんだよな。ゲージ奪っといて。暴走しないでよ。よし、オッケー。よし。まあ、水延長してたからね。そこは良かった。やっぱね、あと、海洋系のスキル位置がやっぱほんと強いわ。アリーナであいつに、あいつ、海洋2体。なんだったかな、ポセイドンとオキアノス2体と、なんだっけ、カタリーナクロエだっけ、その防衛にね、マジで、もうすっごい、本当にもう、やばい感じだったんですよね、なんか、なんていうの、その全部を口で荒らすことできないけど、うん、マジでビビった、あれ。上は、上、これでいけねえかな、と思って。いけないかな、さすがにダメかな。だってこの人、あれっしょ、うん。金2だもんね。自分よりかも上だしな。どうしよう。安全にこれでいくか。下は、下めんどくせえな。いいや。いいや。これでいこう。あ、どうしよっかな、もう。いいや。もう負けたら負けただ。どうせ多分勝てるからな。残り27本もあったし。ちょ、早くレイドやりたいから。あ、石ついてるよね、やっぱ。うん。とりあえず、風アクとセアラに延長入ったら、オッケーオッケー。うまいうまい。あ、やっぱ、あれっすかね。星上の方でも、ティアナってやっぱ速度調整の方とか難しいんすかね。うん、結構思ってたんすけど。だって、ティアナってあれじゃないですか。なんか最初に動いたら動いたで相手の、延長とかできるわけじゃないし、あれ、後に動きすぎたら動きすぎたら今みたいに普通に延長されるしね。そのアタッカーとデバッファーの間に割り込むのって実際相当きついと思う。その速度調整っていうか、何にでも対応できるっぽいけど、ティアナってあれなんですかね、そこが弱点っていうか、うん、耐えすぎても自分に免疫つくわけじゃないからな。やべえ。やべえ。どうしよう。まあ、こいつだよな。自己要因だし。ミスついたらうまかったけどね。暴走しないかな。やばい。やばい。それはやばい。風姫暴走してくんない？いやー。うわー。いやー、ここで粘り持ってかれるのきついんだよな。演説で死ぬっしょ、これ。やっぱりなぁ、ダメだったか。仕方ねえか。じゃあ、レイド行こう。今、ちょっとレイドの前衛に置いてるのが、闇像。これ、マジでちょっと、微妙な、ルーンしかつけてないんですけど、防御1000、あれって1800ぐらいから変わるんだっけ ?1800 ぐらいから多分受けるダメージが格段に変わるって聞いたような気がするから。で、あとこいつ。こいつね、防御が全然降ってないから、全員やめた方がいいかなと思って、そもそもベラジュ入れる枠をなくそうかな、みたいな、そんな感じの考えまで至ってるんですけど、やっぱね、実際そのベラジュ抜いて一回行ってみたんですけど、事故るんですよね。とりあえず非公開で、こんな感じになってます、今。全員に、そのベラジュがね、防御低いんで、この2体。ベラジと闇像の2体にしたら、死んじゃうんすよね、普通に。で、まあ、もう1体ダメ分散させるように、アースドリル。一応防御振ってるんで。でダメージ源として、この水イフとアースドリルっていう感じで。で、防御バフも一応貼れるしね、闇像で。一瞬っていうか、一時期その、オリビアも全員に入れて、ベラでの枠抜いて、
公演は風姫と水イフだけみたいな感じにしてたんですけど、まあ事故りますよね、それは、それやったら。っていうことなんで一回ちょっと見てもらった方が早いかな。あのね、ファーも一応組んだんですよね、暴走で、体力と攻撃と速度とクリ率クリダメと的中を意識したような、まあ、器用貧乏な形になっちゃってるんですけど、今こんな感じですね。ファーは、68なんのかな？あ、これを公演に置きたいんですよね。やっぱスキル1で速度減少デバフあるし、ゲージ下げがあったらやっぱ結構安定するのかなと思って。それと、あの、今の段階のこの前衛のモンスターの誰かを抜いて、ブリアン入れたいんですよね。回復妨害と攻撃デバフと、あの、蘇生。しかもリーダースキルが抵抗って。結構あいつは、デコイ受けるやつとして、あの、性能としては、やっぱディアスには、そう劣るけど、蘇生も結構安定するしね。うん。で、結構ブリアンも前衛に入れたいなとは思ってるんですけど、だったらこのパーティー誰を抜くって感じなんですよね。本当に。水イフは抜いてもいいと思う。あの、ファー入れて。アタッカー、あのね、水イフってペラいじゃないですか。で、ペラくって、あの、忘却入ると普通に沈むから、やっぱある程度耐久振った、まあ、こんな感じの、全員に向けてアタックできるみたいな、ヒサルの防御ぶりみたいな、あんなのがいたらいいんですけど、いないからな。まあ、だから、その水イフのところを若干の耐久ぶりにしてるあのファーに置き換えて、前衛のところにブリアン入れて安定化図りたいなと思ってるんですよね。あとちょっと、このパーティーはね、自分の保身に、ちょっと行き過ぎてて、あの、デバフ入ってないから、比較的アシストがめちゃめちゃ低いんですよ。15% なんですけど。で、まあダメージの方は、まあそんなみんなと変わんないけど、ダメージを重視したような形になってて、多分こういうのって、今3段階目だから通用してるけど、4段階目とか5段階目とか上の方に行けば行くほど、その、なんていうの、自分だけを守るようなこう、なんか攻め方してたら、100% 事故るんですよね。実際3段階目でも事故るから、やっぱデバフは、その唯一相手が共有してるものなんで、ガンガン入れていきたいんで、やっぱデバフ要因にカリン、ブリアン、ファーあたり、入れたいなと思って。んで、あれっすね、解除役にコナミやリモで、あの、回したりとかして。ベストはね、リサとかが来てくれたら全員に防御ぶりのリサと、コナミや、あ、前衛は、闇蔵、リサ、後衛にコナミや、ファー、ブリアンと、あとはなんだっけ、カリンか。多分この6体編成が、いっちゃん、自分の中で、やりやすいかな、みたいな感じに思ってるやつですね。実際これ見たらわかるように、結構足引っ張ってはないのか？いやーね、無料の時とか、知り合いと言ってたんですけど、そんなにね、貢献度っていうか、やっぱアシストがマジでひどくって、もうね、本当にアシストはもう、このパーティー、だってひどいっすよ。風姫のミスと、ベラでの縦割りしか。ないっすからね、マジで。あれ、こいつも縦割り持ってるけど。こんなの当てにできないし、適中ないから。安定は、正直言ったらするんです。でも、3段階に限界を感じすぎてるっていうのが今の現状で、4段階行くにはやっぱ、キャラを変えたり、しないといけないかな、とは思ってて。やっぱやらないとなぁ。っていうことっすね。このファー使えると思いますか？これ。何もかもが、ちょっと微妙な気もするんですよね。あと、ブリアン。これ今、体力、16000と防御若干振って、全員に置きたいんですけどね。まだ4番と6番に、メインがあるのに2つ、つけてないっていうね。いや、ないんすよ、マジで。もうどんなルーンでもいいかと思って、もうサボップバラバラでもいいや、みたいな感じで、バーって見てたんですけど、マジでない、4番と6番の防御。4番、6番防御にしたいんですよ。体力もこんぐらいでいいかなと思って。
一応今、守護と保護で組んでます。うん、やっぱ防御がないと全員に置けないんで、うん。防御の4番と6番出たら、ブリアン全員に積んで、あと、コナミア。ここマジで適当だけど、抵抗ここを叩いたら100になるのかな？うん、100になるから、ここと、ここかな？叩いて。速度があんまりないけど、あと暴走やっぱやめた方がいいかなと思って、レイドでは。うん。名前出していいのかわかんないけど、影さんの動画見たんですけど、レイドやっぱなんか暴走ダメらしいっすね。だから、迅速とかで、迅速のファーだったら速度とかあんま意識しなくても、あ、中速の耐久ファーみたいなの作れるから、一応作れるんですよ。でも暴走の方がいいかなと思って、無理やり暴走で作ってるんですけど、どうなんすかね。なんか、アドバイスもらえたら嬉しいです。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。